皆さん、こんにちは。今日は日本のテレビ界の大御所、徳光和夫さんに関する最新のゴシップニュースをお届けします。長年にわたり私たちの心を和ませ、時には驚かせてくれた徳光さんですが、最近はどのような動きを見せているのでしょうか。皆さんも気になっていることでしょう。そこで今回は、徳光さんの最新の動向にスポットを当て、彼のキャリアや私生活に迫った情報をお伝えします。日本テレビの象徴的な存在、徳光和夫さんについての興味深いエピソードをご紹介します。先日、元日本テレビアナウンサーの永井美奈子さんがテレビ番組で徳光さんの意外な一面を暴露しました。それは日テレの看板番組24時間テレビで起きた出来事です。この番組は厳格な時間管理で知られていますが、徳光さんは番組開始わずか5分でスタッフから巻きの指示が出されたことに強く反発しました。彼はあと23時間55分もあるのになぜ今巻きなのかと憤慨し、スタジオを驚かせたのです。徳光さんのこの反応には彼のプロフェッショナリズムが垣間見えます。24時間を通して視聴者に質の高い放送を届けたいという彼の深い情熱が伝わってきます。しかし、時間の制約という現実が彼の理想と対立してしまったのですね。このエピソードを長い穴が明かした際、徳光さんの甥であるタレントのミッツ・マングローブさんも驚きを隠せませんでした。ミッツさんは、徳光さんがそんなに怒るとは思わなかったとコメントし、徳光さんの知られざる一面を明らかにしました。さらに、徳光さんのプロ意識の高さが番組進行にどのように影響を与えるかも興味深いポイントです。長い穴によると、番組スタッフは徳光さんに十分な話す時間を与えるため、他の部分で時間を節約していたそうです。これは徳光さんが視聴者にとってどれほど価値ある存在かを物語っています。しかし、番組進行の厳格さを支持する声もあります。ミッツさんは、徳光さんに自由に進行させるととんでもないことになると述べ、スタッフの巻き指令を擁護しています。これは生放送の難しさとそれを乗り越えるためのチームワークの重要性を示しています。徳光和夫さんのこのエピソードは、彼のキャリアと人間性に新たな光を当てるものです。番組の進行に対する彼の情熱と、時にはその情熱が衝突する瞬間、これらは長年のキャリアを持つ彼の人間味あふれる側面を浮き彫りにしています。次に、徳光和夫さんが24時間テレビ関連の番組で見せたちょっとした失言について触れてみましょう。徳光さんは長年にわたり多くの番組で魅力を発揮してきましたが、時にはその発言が物議を醸すこともあります。最近の例として、満天青空レストランの特別版での出来事が話題になりました。この番組は24時間テレビ直前に放送され、徳光さんはここでの食レポにおいて、ある農家のアスパラガスに対し美味しさ偏差値62点という評価を下しました。これが視聴者や共演者を驚かせることとなりました。徳光さんのこの発言は、他の出演者が通常の賛辞を述べる中でのもので、その率直さが逆に新鮮であるとも受け取れますが、一方で農家の努力を考えると少し気を使うべき場面だったかもしれません。実際、視聴者からは失礼との声が上がったそうです。さらに、番組終了間近にも感極まったひろみさんに対して、 102.8kg だよと発言し、疲れ果てたひろみさんから訂正される一幕もありました。徳光さんはその場の雰囲気を和ませる意図で発言したのかもしれませんが、疲労困憊のひろみさんにとってはちょっとした重荷になったかもしれません。このように徳光和夫さんの発言は、彼の率直さやユーモアのセンスを示していると同時に、時には周囲を驚かせることもあります。しかし、それが徳光さんの魅力の一部であり、長年にわたるキャリアを通じて彼が築いてきた人間味あふれるキャラクターを形成しているのです。徳光さんのこれらのエピソードは、テレビ業界のベテランが時に見せる人間らしい一面を反映しています。次に、徳光和夫さんのギャンブルに関する噂とその背後にある現実についてお話しします。
徳光さんは公にギャンブルを楽しむことで知られており、その情熱は時にさまざまな噂を呼びます。最近、徳光さんはフジテレビの番組ポカポカに出演し、自身のギャンブルにまつわる噂について語りました。彼はかつては毎日ギャンブルを楽しんでいたそうですが、最近は資金難に直面し、週末のみの趣味となっているとのこと。この変化は年齢とともにライフスタイルが変わることの自然な一例と言えるでしょう。特に注目すべきは、徳光さんの自宅に週刊誌の記者が押し寄せたエピソードです。彼らは徳光さんがギャンブルでお金を使いすぎて破産寸前という噂を追っていたそうです。しかし徳光さんはこの噂を否定し、破産するほどギャンブルにお金をつぎ込んでいないと説明しました。また他のギャンブラーと比較し、自身は点数も何点も買う本来のギャンブラーではないと述べ、一点勝負はほとんどしないと明かしました。この話題はネットニュースにもなり、番組の企画で5万円を獲得。徳光さんはこのお金を案の定競馬に使うと明言しました。甥の三つマングローブさんはこれに対し、徳光家の恥をと笑いを交えてコメントしています。このエピソードからは徳光和夫さんの人間味が伝わってきます。ギャンブルへの情熱やそれにまつわる噂、さらには家族や視聴者とのほのぼのとしたやり取りが、彼のキャラクターの多面性を浮かび上がらせています。このような人間らしい一面が、徳光さんを長年にわたり視聴者に愛される理由の一つなのでしょう。次に、徳光和夫さんの息子徳光正幸さんに焦点を当ててみましょう。徳光正幸さんはタレントキャスターとして活動しており、テレビにも出演しています。しかし彼は父親である徳光和夫さんのすねをかじり続けていると自己認識しており、これが2016年の離婚の一因であることを明かしています。このような個人的な話題は視聴者にとって興味深い内容となります。徳光正幸さんは大人になっても毎年お年玉として10万円を受け取っていたこと、そしてこの状況が離婚につながったことを公に話しています。これは有名な親を持つ子供としてのプレッシャーや葛藤を感じさせるエピソードです。一方で徳光正幸さんに関する逮捕歴や事件の噂についてはそれらがデマであることが明らかにされました。このような誤った情報が広まることは公人の家族としての苦労を物語っています。有名人の息子としての生活は時に誤解や誇張にさらされることがあり、そのプレッシャーは想像以上に大きいのかもしれません。徳光正幸さんのエピソードは彼自身のキャリアと人間関係、そして父親である徳光和夫さんとの関係に光を当てています。親子間の関係やそれぞれのキャリアにおける挑戦は私たちにとって共感を呼ぶテーマです。徳光家のストーリーは私たちに多くの施策を提供し、視聴者にとって興味深いトピックとなっています。最後に徳光和夫さんの妻早苗さんに関する情報をお伝えします。徳光さんと早苗さんは55年以上もの長い間連れ添っており、その絆は多くの人に感動を与えてきました。しかし2022年現在、早苗さんには認知症の初期症状が出ていると言われています。徳光さんは早苗さんとの出会いを一目惚れと語り、その後の交際から結婚に至るまでのストーリーはまさに映画のようなロマンスを感じさせます。しかし長年連れ添った妻が認知症の症状を示すようになるという現実は徳光さんにとって大きな試練となっています。徳光さんは妻の変化に根気よく向き合っており、この事実は彼の深い愛情と責任感を示しています。認知症は家族全体に影響を及ぼす病気であり、患者さんを支える家族の苦労は計り知れません。徳光さんが妻のケアに取り組む様子は多くの人に共感を呼び、家族を大切にする日本の文化を象徴しています。このような個人的な挑戦は公の人物である徳光さんの人間味をより一層際立たせています。視聴者にとって徳光さんの家族に関する話題は彼の公私にわたる生活への理解を深める機会となるでしょう。徳光さんと妻早苗さんのこれからの日々が平穏であり
お互いを支え合いながら過ごせることを心から願っています。いかがだったでしょうか。徳光和夫さんにまつわるこれらの話題は、彼のプロフェッショナリズム、率直さ、家族への愛情、そして人生の挑戦を浮き彫りにしています。彼の生き様は多くの人々に共感を呼び、私たち自身の人生を見つめ直すきっかけを与えてくれます。徳光さんの今後の活躍と彼を取り巻く家族の幸福を心から願いながら、彼らの物語から学ぶことが多いことを感じています。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。